This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and the Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. こちらはラジオタイランドの日本語放送です。この放送はうどん谷県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。11月18日木曜日です。ラジオ聴きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。プライト首相がクラビー国際空港の進捗状況を視察しました。政府は地域社会の観光を促進させる方針です。南部地域の公衆衛生の安全性が向上されています。南部移動式閣議で7つのプロジェクトが承認されました。10県で未だに新型コロナ感染が拡大しています。それではまず初めのニュースです。プライト首相がクラビー国際空港の進捗状況を視察しました。南部クラビー県とトラン県で2021年11月15日と16日の2日間にかけ移動式閣議が開催され、プライト首相はクラビー国際空港を視察し、開発の進捗状況をフォローアップしました。クラビー国際空港は第1、第2ターミナルの改修と新たに第3ターミナルを拡張する工事が行われており、2022年に完成する予定で、多くの乗客に対応できるよう開発が進められています。改修後は空港での1時間あたりの乗客数は1500人から3000人、年間の利用者は400万人から800万人に拡大する予定です。駐車場も改装が進められており、最大2700台の車を駐車できるようになります。外国人観光客は年間7万人増加する予定で、これにより観光収入は年間18億3000万バーツ増える見込みです。政府は地域のハブ化とグローバル化を進めており、クラビー国際空港の開発は輸送に関する国家戦略の下で進められています。全国のエリアで輸送システムの開発を進め、シームレスな移動可能とし、観光名所をつなぎ、地域の繁栄発展に努めていきます。次のニュースです。政府は地域社会の観光を促進させる方針です。プライト首相は南部クラビー県のアンダマン文化学習センターとクラビーコミュニティ製品流通センターの開所式に出席し、ラノン県、プーケット県、パンガー県、クラビー県、トラン県、サトン県の南部アンダマン海6つの県でオトップ製品の品質改善と多様性を高めてほしいと述べました。オトップは政府が進める地方経済活性化政策の一つで、地方の特産品やサービスを促進させる一村一品運動です。プライト首相は地域社会に観光開発への参加を奨励したい、収入を分配し持続可能な方法でみんなが潤わなければならない、今後も継続的な開発をお願いしたいと地元当局に呼びかけました。クラビーコミュニティ製品流通センターは南部6つの県のオトプ製品を販売するセンターです。カノムタオソウ焼き、エビペースト、乾燥エビ、ラノン天然ミネラルウォーター、アートフラワー、パナンオリなど南部の有名な特産品なども販売されています。首相はノンターレイ地区の観光コミュニティの生活様式とノンターレイ地区の7つの村のオトプ製品生産現場も視察しました。プライト首相は地域住民と直接会うことができ嬉しいとし、自然の美しさを備えたコミュニティ作りが
観光活性化に役立っているとして感謝の言葉を述べました。また自給自足の農業生活は自然と共存するモデルコミュニティとされています。プライト首相はコミュニティ企業は政府の政策ガイドラインに従い自分たちのコミュニティのために収入を生み出しコミュニティ観光を促進させているとし地元住民に地域開発のためにさらなる協力を要請しました。プライト首相はアンダマン海の観光地は世界的にも有名で段々になった崖、美しい洞窟、長く綺麗なビーチ、石灰岩の山々など自然のアイデンティティがある、観光客にとって良いホストであること、観光客を感動させてほしいと一緒に観光客を歓迎しようと呼びかけました。その後プライト首相らはクラビー県観光安全の効率化開発センターを訪れボランティアユニットのトレーニングの様子などを視察しました。このセンターでは人々や観光客の生命と財産の安全を守るために担当職員だけではなくボランティアへも訓練を提供しています。次のニュースです。南部地域の公衆衛生の安全性が向上されています。陸路と海路の両方でタイ南部への観光を望んでいる人が10万人以上に上るとされており、現在公衆衛生の安全基準の改善が進められています。公衆衛生の安全基準を満たすためには厳格なスクリーニングが必要です。タイへ入国する際には誰もが新型コロナに感染していないことを示さなければなりません。海外の観光客は南部クラビー県で新型コロナのワクチン接種が適切に進められていることを高く評価しています。ワクチン接種は観光客や投資家の間から信頼を高めるだけではなく国内の経済を促進させる上でも重要なこととなっています。一方南部パンガー県のカオラック医療センターでは救急患者を積極的に受け付けています。カオラック医療センターが2018年に開設されて以来この地域での救急患者の生存率は 76% から2021年には 98% まで改善されています。会場ボランティアとの調整や自動体外式除細動器 AED の設置により負傷した患者を島から本土の病院への輸送がこれまで2時間から3時間かかっていたものが輸送時間が30分まで短縮することが可能となっています。次のニュースです。南部移動式閣議で7つのプロジェクトが承認されました。2021年11月16日プライト首相を議長とするアンダマン海南部経済社会開発会議は開催され緊急に必要とされる7つのプロジェクトが承認されました。4億9400万バーツの予算で1年以内にプロジェクト完了を目指しています。環境保全や観光開発を主とするプロジェクトとなっています。また南部の経済的および社会的開発の提案は5つの分野となっています。コロナからの復旧、観光、農業、生活の質の向上、インフラ整備など重要な課題となっています。プライト首相は政府は77都県すべてでタイ人のケアをする義務があり民間の事業運営を促進させなければならない、タイ国民の税金である国の予算には限りがある、政府はそれを費用効果の高い方法で割り当て利益を最大化していくと強調しています。次のニュースです。10県で未だに新型コロナ感染が拡大しています。保健省によりますと国内における新型コロナの1日あたりの新規感染者の数は1万人を切るところまで減少しているものの77都県のうち10県では未だに感染が拡大しており保健省が注意深く観察を続けています。これらは東北部の根県県、東部のラヨン県、チャンタブリー県、北部のチェンマイ県、西部のターク県、南部のナコンシータマラート県、ソンクラー県、ヤラー県、パッタニー県、ナラティワート県となっています。新型コロナウイルス感染症対策センターの広報担当アピサマイ氏はバンコク首都圏では新規感染者が減少傾向にあるがこれら10県では未だに増加している、またターク県とチャンタブリー県の国境地帯は新規感染者が比較的少ないものの密入国者によってウイルスが持ち込まれ
感染が拡大する恐れがあると指摘しています。それでは本日お伝えしましたニュースの項目を繰り返します。プライト首相がクラビー国際空港の進捗状況を視察しました。政府は地域社会の観光を促進させる方針です。南部地域の公衆衛生の安全性が向上されています。南部移動式閣議で7つのプロジェクトが承認されました。10県で未だに新型コロナ感染が拡大しています。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう、さようなら。Our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.